黄昏の街を背に抱き合えたあの頃が胸をかすめる軽はずみな言葉が時に人を傷つけた。そして君はいないよ。窓に映る哀れな男が愛しくもあるこの頃では、僕は僕のままでいずれぬ夢を抱えてどこまでも歩き続けていくよ。いいだろう、Mr. Myself。いつの日もこの胸に流れてるメロディー。軽やかに、緩やかに、心伝うよ。日の当たる坂道を登るその前に、またどこかで会えるといいな。イノセントワールド。近頃じゃ夕食の話題でさえ仕事に汚されていて、様々な角度から物事を見ていたら自分を見失ってた。入り組んでいる関係の中でいつも帳尻合わせるけど、君は君のままに静かな暮らしの中で時には風に身を任せるのもいいじゃない。 Oh, miss yourself。 物憂げな6月の雨に打たれて愛に満ちた季節を思って歌うよ。知らぬ間に忘れてた笑顔など見せて、虹の彼方へ放つのさ。揺れる想いを変わり続ける、薪の片隅で夢のかけらが生まれてくる。おお、今にも。そして僕はこのままで、かすかな光を胸に、明日も進んでいくつもりだよ。いいだろう、Mr. Myself。 いつの日もこの胸に流れてるメロディー。切なくて、優しくて、心が痛いよ。日の当たる坂道を登るその前に、またどこかで会えるといいな。その時笑って虹の彼方へ放つのさ。イノセントワールド、果てしなく続く、イノセントワールド。はい、こんばんは。今夜はね、久しぶりにね、ミスター・チュードレンのイノセントワールドを歌いました。2016年4月の26日火曜深夜の生存確認ですね。今夜もね、いつものようにさりげなく生存確認の一環としてこんな風に配信してます。あ、今日もね、日付変わっちゃったけどね、なんとかね、生きてますよ。こんばんは。はい、どうもこんばんはね。あ、どうもね、どうでしょうか、配信具合ね。あ、ココさんこんばんはね。今夜はイノセントワールド、いいね、この歌ね。もう一回行こうか、久しぶり。唯一ミスター・チルドレンの歌で歌えるやつかな、僕かな。もう一回行こうか。黄昏の街を背に抱き合えたあの頃が胸をかすめる軽はずみな言葉が時に人を傷つけた。そして君はいないよ。窓に映る哀れな男が愛しくもあるこの頃では、僕は僕のままでいずれぬ夢を抱えてどこまでも歩き続けていくよ。いいだろう、Mr.
Mr. Myself いつのしもこの胸に流れてるメロディー軽やかに緩やかに心を伝うよ日の当たる坂道を登るその前にまたどこかで会えるといいなイノセントワールド近頃じゃ夕食の話題でさえ仕事に汚されていて様々な角度から物事を見ていたら自分を見失ってた入り組んでいる関係の中でいつも今日ぎり合わせるけど、君は君のままに静かな暮らしの中で、時には風に身を任せるのもいいじゃない。Oh, miss yourself もの憂げな6月の雨に打たれて、愛に満ちた季節を思って歌うよ。知らぬ間に忘れてた笑顔など見せて虹の彼方へ放つのさ揺れる想いを変わり続ける街の片隅で夢のかけらが生まれてくる今にもそして僕はこのままでかすかな光を胸に明日も進んでいくつもりだよいいだろう Mr. Myself いつの日もこの胸に流れてるメロディー切なくて優しくて心が痛いよ日の当たる坂道を登るその前にまたどこかで会えるといいなその時を笑って虹の彼方へ放つのさ、イノセントワールド、果てしなく続く、イノセントワールド。はい、今夜イノセントワールドでございました。さて、今日のお夜食行こうかね。今日はアルコールバーナー使わないね。今日はアルコールバーナー使いません。今夜ね。お手頃のやつ、ピヨングの焼きそばよ。焼かない焼きそば。お手頃、ピヨング。まだありました。これ食べよう。安くていいね、これね。税込みで、税抜きで98円で、税込みでも100円ちょいかな。だからね、これ。ピヨングいきます。安くていいね、これ。このピヨングの値段だったらこのサイズいいね。通常のピヨングだったら買いたくないけどさ、高くて。この100円前後だったらさ、これでもいいかなと思う。通常のペヤングだったらあれ、超大盛りのでかいやつだ。あれはいいけどね。ペヨングの価格だったらこれでもいい。ペヨングの焼かないやつだば。じゃ火薬だけだよね。じゃあ入れますね。もう湯沸かしてるから。今夜はペヨングですね。これほんと手頃でいいよね、ペヨング。あれ、プラスワンショップはね、これ税抜きで98円で売ってます。プラスワン、町屋にある量販店ね、プラスワンショップ。じゃあちょっとお湯持ってこようか。お湯、お湯、ペヨング、ペヨングでお湯持ってくんね。いい感じだ。はい、お湯入れよう。こんなもんで。よし、蓋して何分だこれ。3分かね。
割と投入しました。この宝の焼酎ハイボールドライのやつ、ね、今夜これね、宝久しぶりに夏らしく宝の焼酎、これ税込150円ぐらいだもんね。これ手頃でいいよね、あんまったるくなくてね。これね、これコップはいつものね、カップ作の間の3分だからね、まあ飲もうかひとまず毎日飲んでますね、ほんとね。いいね、飲まずにはいられないって感じで。ドライが一番いいね、辛口酎ハイ。これは本当の焼酎なんだ、確かね。本当これ焼酎なんだ、確か。確か本当の焼酎、ね、書いてあるんだよ、ね。焼酎って書いてあります。本当の酎ハイね、これはね。まあ、本当、ウォッカとか使って今酎ハイって言ってるのもあるからね。まあ、有名になっちゃったからね、酎ハイがさ。これ本当の酒場酒杯で焼酎。はい、乾杯。ああ、疲れた。今日うちの会社休業日でちょっと一日遅れちゃってね。で、今さっきから入院してきて、出して。ああ、でもさ、そうだ。今週はあれだよね。昭和の日があったね、昭和の日。あさって、金曜日だけど、そうだね。金曜日、昭和の日だってるよね、確かね。昭和の日だよね。昭和の日だったよね、確かね。昭和の日でしょ、あれ。ね、昭和の日だ。多分休みだと思うんで、うん。日帰りで行ってこようかな、今度ね。うん、日帰りで行ってきます。焚き火ね、うん。今度ちっちゃいやつ持って、今度はちっちゃい焚き火台持っていこう。リクサダのやつ、あの折りたたみ、リクサダの折りたたみ持って、場所はね、候補はね、今度29日の候補、新千葉不動公園か、まあわかんないけど、新千葉不動公園か、ドーマングリーンパークか、武蔵野公園か、武蔵野公園も行ってみようかなと思って。武蔵野公園もあそこにね、たまにはね。あ、武蔵野公園行こうかな、今度ね。武蔵野公園、広報地、わかんない。でも、武蔵野、昭和の市、武蔵野公園ね。武蔵小金井からバスね。うん、バスね、歩いても、まあ、1時間かかんないからね。うん、まあ、のんびり歩いて1時間ぐらいだからね。結構近いんだ。今度は武蔵野公園行こうかな。あそこはテントとか立てたら、まず、普通、無理だからさ。まあ、そこね、手ぶら、身軽でいいやな。うん、あ、武蔵野公園行こうか、今度。はい、今度、29日ね。武蔵野公園で焚き火して、うん、焚き火バーベキューしてこようかな。うん、まだわかんないけどね、まあ人、どうせ一人だからさ。ね、どうせ一人なんでね。行きたいとこ行くからさ。今夜はね、ピヨングで、やかの焼きそば。ピヨングで、ピヨング。もう3分ね、3分だったらお湯出てきて。で、それまで、今日はね、宝の焼酎ハイボールのドライです、ドライ。これ、500の缶ですね。ビールよりいいやな、どすまって、安くて。発泡より安いもんね、これね。そうだ。100円前後で売ってるもんね。100何円か。あの参考缶ならね。うん、発泡酒120円ぐらいだもんな。うん、発泡酒よりも、あれ、発泡安いやつね、あれ。朝日の、なんだっけ。とかさ、あるよね。金麦とか、あのクラスさ。
120円ぐらいだけどさ、スープ、うん。でもあれ、これだったら、まあ、あんまシェアはないけどね。セブンイレブン置いてないんだよね、これね。だから何だか知んないけどね。セブンは扱わないみたいな、これね。それは辛いところ、うん。ああ、まあ、サウナだな。サビだな。なんか、はい、もうほら、しゃべりながら、余裕が最近日本酒ばっかだから、ちょっとね。ああ、独特な味だね。うん。久々飲んだから、ああ、こんな味だったんだって感じだ。ほんと最近日本酒ばっかだったからな。あ、そうだ、ゴールデンウィークね。多分3、4、5休みだと思うんで、もう今回もね、1泊2日キャンプ行こうと思います。場所はね、前にも言ってる群馬県の。プチキャンプ場。行きます。新町駅から歩いてね。駅前にスーパーもあるし、行く途中にコンビニも結構いいと思うんでね。うん。ツノブキキャンプ場。ワンポールテント持って行こう。今度ね。新しかったです。うん。楽しみだね。あそこはね、ツノブキキャンプ場はさ、通年利用できる。通年ね。まあ、一年中つけて、うん。利用できて無料だ。予約なしで。なかなかいい感じ。うん。場所もさ、あれ、まあ、いつも言ってるよ、あそこ、なんだっけ、嵐山の月川荘よりも駅からの距離がね、近い感じだからさ、1、2間かかんないと思うんだ。地図で見た感じでもね、そうよ、うん。月川荘も、ある、普通ある、うん、半分ぐらいもいいんだけど、だから、ちょっとその辺も楽。まあ、電車賃、まあでも、無料だからね、あそこね。それを、そう思えば多少かかっても、電車賃片道1500円ぐらいで、往復3000円で、でも、うん、普通の、学校橋があるみたいな感じで自然のもんだからさ、ね。お金かかんないからさ、いいなと思って。うん。そこ行く。奥多摩よりかは、奥多摩スカイジャンプ場は近くてもいいけどさ、あそこさ。駅から近いけど、奥多摩はね、めんどくさいもんだ、ね、あれ電車がね。めんどくさいしね、お金もかかるしね、薪とか巻き込めないしね。うん。いや、大体管理してるとこってそうなんだね、大体ね。まあ、月川さんも巻き込めるけどさ、シカキャンプ場にしろ、あの辺、結構そうだ、あれ。あの辺にある。いくつか、奥多摩っていくつかキャンプ場あるけどさ、結構持ち込みながら見ると、ああ、それ辛いよね。高い薪買うとか、木炭を買わせようって儲けようとしてるから。その点、月川さんは安くは大丈夫よ、別に。もちろん手ぶらで薪とか持ってこないで、現地で買ってもいいし、持ってきてもいいしね。うん。いいな、あそこね、月川さんはさ。テントサイトはあそこに直火できるんだ、月川荘はね。あと、林間、テントはどこでも建てていいけども、林間とかは使う、まあまあ木だからね。うん。まあそれでもいいよね、僕はね。ビーロックみたいな焚き火台でやっていくからね、僕はね。直火はやんないし。なんで直火はやんないかっていうと、やっぱり直火ってどうしてもさ、ね、燃やす場がでかくなるとさ、燃料食うんだよね。まあ木だから、それで僕はポケットストーブでやって、とかさ、焚き火台でやってますね。うん。あ、で、電車、電車、電車と徒歩なんでね。薪を、車だったらさ、ものすごい薪持ってこれるけどさ、限度があるんでね。うん。その点でも、やっぱ、普通の焚き火台だったらさ、ビール君とかさ、バーゴのさ、ああいったやつとかさ、とかだったら、ね、ある程度燃料が限られるから、そんなの食わなくていいんだよ、あれ。大変だ、本当はさ、本当ね、車とかだったらさ、薪も2束、3束とかどんどん詰めんだろうけど、もう電車とこなんで、それだと大変だからできないでね。ね、持ってくる範囲で考えて、どうしてもね、ビーロックン。で、ビーロックンだったら結構、うん、駅前の、あれ、ホームセンター4キロの1袋、2袋あれば十分だね。僕の場合さ、全部焚き火でやってっからさ、ほんね、くんだよね。よくさ、調理はガスバーナー使って、それで焚き火楽しむ人は使わない、少なくてもいいんだろうけど、僕は全部焚き火なんでね。でも食うんだよね。うん。でもやっぱ焚き火いいよね。ガスなんか嫌だよね、ほんと。ガスなんか普段と変わんねえもんな。ガスバーナーなんか、カセットコンロとかさ、あんなの。
わざわざ青砂糖が来てさ、あんなもん使いたくねえよな、ほんと。青砂糖なんだから、やるんだったら焚き火だよな、僕はそういう考えなんて言って焚き火でやってます。ガスだったらもうほとんど普段と代わりに変わんねえからさ。ね、変わらねえもん、ガスだったら。焼酎ハイボール。もういいね。もう3分経ってんじゃん。じゃあお湯、ピヨング、お湯捨ててきて食いましょうか。3分焼けちゃう。捨ててくるね、お湯。ゆじゅうじゅうしてきます。ピヤングの廉価版、ピヨングの焼かない焼きそばです。はい、今言うしてきた。これ税込みでも100円ちょいで買えるのもいいよな、これ安くて。で、ソース、混ぜ。で、添付のスパイス。と、ふりかけ。おい、いいね、出来上がり。じゃあ、ピヨングで一杯。焼酎ハイボール。待って、今日マヨネーズ入れようか。マヨネーズ、今日マヨネーズ、いやマヨネーズ持ってくるね。まあやっぱマヨネーズ、ソースとマヨネーズあるもんね。うん、マヨネーズ入れようか。まあ、これ使い切っちゃ早い、なかなか使わないんで。マヨネーズ全部入れちゃう。マヨネーズドバ、あ、全部多いかな、使わないって言えば。またマヨネーズ全部入れちゃう。入るなら大丈夫かな。全部入れちゃう。結構、なかなか減らない、使わないから。今日使い切っちゃう。マヨネーズ。じゃあ、ピヨングです。ピヨングの焼かない焼きそば。で、きっとこのソースとか入れた後に。マヨネーズ、あ、でも、中途半端、まあいいや、これ。また使えるから。こうやっておいて。で、ここにね、はずくさんはね、おなじみ、つまみ系なんで、これ入れます。辛さがないとね、耐えられない。こんなもんで。こんなもんでいいや、こんなもんで。で、これで混ぜましょう。混ぜ混ぜ。お、いい感じだ。お、お、唐辛子とマヨネーズの香りがいいね。今日はこんな感じでいただきます。じゃあ、ペヤングの廉価版、ペヤングの焼かない焼きそばです。うん、焼酎ハイボール。焼酎ハイボールで、ヤクルトチューハイだから。もう一年終わっちゃった。今日火曜日だから、今日はね、火曜深夜だよね。爆笑問題か。
爆笑問題の太田さんって子供いないんだもんね。なんだろうね、あれね。ずいぶんうまくね。それは気になるんだ、あれね。うまいね。じゃあ2本目持ってこようね、もうね。いい感じじゃないか。はい、どうもね、こんな感じで。今日はペヨング。これもこうやろうか。はい、いい感じ。本当お腹すいて、お昼食うんだけどさ、職場で。夜遅いの、本当お腹すいちゃうね。どうしてもね、夜遅くなっちゃうとさ、今日みたいに。やっぱ工場仕事は疲れるよ、ほんと。カップ焼きそば、やかな焼きそば、ピヨングです。ペヨング、美味しくいただきました。ああ、うまかった。ああ、これおしまい。早かった、あっという間。ああ、多少満腹だったね。ああ、うまかった。そう、カップ焼きそばね、焼かない焼きそばね。まあ、焼かなくてもいいんだよね、これ。だから、ね、焼きそば正真名としてさ、一時あったよ、なんだっけ、なんか偽装、食品偽装問題でさ、球状ネギを使っとか言っておいてさ、使わないって、もうそれでもしょうがないと思うよ、あれ。あれ、正真面目と思えばさ、別にね、カップ焼きそばと一緒でさ、でカップ焼きそばなんかさ、焼いてないけども焼きそばなんだから、そういうもんと思えばさ、いいと思うんだ、あれ。一応、ずいぶんニュースで話題になったけどさ、九条ネギとか言っておいてさ、九条ネギ使ってなくても、それは正真面目として実際使ってもいいと思うよ、僕は。いや、あれ、カップ焼きそばのこと思えばさ、カップ焼きそばって、焼きそばって書いてくるさ、実際焼いてないもんね、あれね。そうでしょ？それとそう思えば。ね、うん、そう。
商品名と実際の燃料変わったってか、それはいいと思う僕だから僕は。はあ、こんな感じ、ああ、2本目いけるかな、飲めないやつの2本目。ああ、下部さんなのこれ、なんか弱いから、宝焼酎。日本酒より度数は弱いんだけどな。なんかすごい、なんか、酔いが回ってきちゃった、これ。アルコール分7%かね。あら、日本酒ばっかの、全然、でも面白いね。普段、日本酒なんかちょっと違うからさ、なんか酔っちゃった、少し。日本これ500だから2本買ってきたんだけどな、もう飲めないかもしれない。飲めっかな。明日もらそうか。今日はやめとこうかな、これ。2本買ってきた、明日、じゃあ今日はこれでやめとく。1本なんか酔ってきたんでね。じゃあおやすみね。って言ってもな。甘かったな、焼きそば。久々なんだからな、宝の焼酎ハイボール。やっぱ日本酒とは違うな。酔いが回りが早い感じがする。 日本酒より、飲めねえかな、日本は。飲めな。いけるかな？行ってみようかな。じゃあ、せっかく買ってきたんで、じゃあ、最後、じゃあもう一本飲もう。持ってきますね、もう一本。よし。わ、すごい酔いが回ってる感じがする。2本目飲もうか。2本目。何出しましょうか。結局飲むか、2本目。まあ、日本料理じゃどうすんないからさ、これね。ああ、一人で乾杯。食ったのがいいな、こうやってな。はい、どうも、こんにちはね。はい。もう1時半か。早いな。もうあったかくないですよね、随分ね、ほんと。あったかい、あったかい。こ
これシャツ一枚でもすごいよな。ああ、4月5月、5月があって。でもこれも今いい、陽気としては今いいんだよね、一番ね。今頃はね。5月、4月、5月とね、今頃。これは梅雨が来るからね、そう。梅雨があったら、雨がよく降るからな。松田一和44歳。こんな感じです。また行きます。こっち顔中、この方がいいかな。はい、どうもね。じゃあ、宝の焼酎ハイボール。待ってきたね、自分で。久々だから、夜が早いのはやっぱ何？これ宝の焼酎ハイボール、もうおしまいかな、これね。うわ、すごい量、ほんと酔っちゃった。日本酒度数は低いんだけどな、なんかちょっと勢いが、飲み慣れないからか、久しぶりに飲んだんでね、ずいぶん酔っちゃった。でもね、うわ、日本酒度数は低いんだけどな、なんか酔っちゃった、すごい。
でも女の子かわいいよ、女の子かわいいな。やっぱ全ての女はペット、間違いないですね、これ。これは僕の座右の銘です。勝彦さんの座右の銘、すべての女性は女ペットです。まあ、間違いない。女の子女ペットだから、女ペット。ね、うん。女性の存在意義は女ペット。それしかありません。女ペット。ね。うん。それ十分よ。女ペットの延長線上に風俗で働くソープランドの女の子とかいると思うんだ、僕は。うん、ねえ、ほんとお金あったらいい。ああ、でもソープランドったらいいと思うよ。あれ、確か高いけどね。うん。入店料で4、5000円払って、女の子が払う差別料で1万数千円でしょ。まあ、いや、結構な額だけどさ。でも、一回やると、まあ、それはたまんないよね。まあ、あれだけのことだと、やってもらえるんだな。ねえ、こんな僕でもさ、お金払えばさ、女の子とさ、スキンシップできんだもんな。ね、だそんなわけでソープランド僕は好きよ、あれ。いいね、ソープランドは、ほんと。ねえ、うん。あんな可愛い子と、うん。最高よ、ソープランドは、ほんと。お金があったまえ。毎日は、うん、でも行きたいでもさ、毎日行けるほどお金はないから、向こうはな。YouTube の動画とかで見るとさ、あれなんだっけ、西村健太さんがさ、ね、言ってもなるね。直木賞、芥川賞だっけ、あれ、受賞した後さ、ね。あの表情あるね、うん。結婚なんかしないでもいいんだってね。結婚したらさ、ずっと年取ったの、年取った相手とずっと付き合わなきゃいけないからさ。うん。そうだな、僕もそういう考え。多少のお金があるんだったらさ、結婚しないでさ、風俗行った方がいいもんな。まあ、その時々の、可愛い子にさ、ね、言ってそうだ、あれ。うん。今はそういう時代なんだよ、ほんと。結婚って下手するとさ、結婚はさ、ね。うん。なかなかね。そういうの、ただ、うん。結婚なら結局、女が働きたくねえからって、そういうのもあるでしょ。あれはほんと。ね、辛いよな、ほんと。要は亭主元気で留守がいいとかさ。ね。ああいう細いシーンのがあるとさ、ほんと結婚って嫌になるよね。よく言うもんね。結婚はそういうもんよね。ああいう言い出した時点で。だから僕は、そういうこともあって僕は一人がいいんだよ。ね。今いろんなのあるからな。結婚するとなるとさ、いろいろあるもん。大変だよ、ほんと。これなんでおしまいしよう、今日は。今日はこれでおしまい。では、またおやすみなさい。また明日仕事から帰宅してやります。